北近畿単語鉄道 KTR00HK 機動車は1990年に北近畿単語鉄道が導入し2015年4月からはウィラートレインズが運用する特急系機動車である。製造は富士重工業。特定地方交通線に指定されたミエアズ線を第三セクターの北近畿単語鉄道が引き受けて開業する際に同社の看板車両とたるべく 衣装を凝らして心臓をされた第三セクター鉄道では初の本格的リゾート特急用機動車である。単語エクスプローラーの車両愛称を持ち2011年3月までは同名の特急列車に充当された。KTR-001KTR-002KTR-003 編成と KTR-011KTR-012KTR-013 編成,成製造。 同じく第2編成と期日の3両編成2本が存在する。各社の定員は、車両番号末尾1と末尾3の両先頭車が52名、末尾2の中間車が48名で、編成定員は152名となっている。両編成とも普通車のみの編成で、クリーン車は設定されていない。2つの編成には製造時期に2年の差があることから、仕様が若干異なる。 外観は、先頭部の傾斜が異なり、第一編成の外反塗色がゴールドであるのに対し、第二編成はやや白っぽい、シャンパンゴールドとなった。内装では、車内の座席モケットの模様などが異なり、中間車の設備も変更されている。当初は、両編成とも、それぞれ単独で運用され、相互の並結は考慮されていなかった。1999年には、 新大阪駅発着列車への転用に際して、並結への対応改造が施行された。以後は、多客機に両編成を連結した6両での運用も見られた。外観上で目立つのは、先頭部に設置された、総括制御回路引き通し用のジャンパ線である。なお、6両編成で運用する際は号車表示機の、関係から第2編成が必ず、豊岡、新大阪方に連結されていた。 車体は上高扉にプラグドアを採用している。また、車窓からの展望を良くするため、客室部分がかさ上げされたハイデッカー構造を採用しており、側面窓は屋根型部分にまでかかった連続する曲面窓と天窓となっている。そのため、客室天井部に荷棚が設置できず、乗客の荷物は車両端部の荷物スペースに置くようになっている。 客室窓に採用されている高反射率ガラスは、車外から車内の見通しを遮り、乗客のプライバシーを確保している。編成の戦闘部は大きな曲面ガラスを用いて、傾斜をつけた流線型となっており、ハイデッカーの車体とともに本形式の特徴的な形態を形作っている。両戦闘車が指定席車、中間車が自由席車として運用され、 京都駅発着列車に使用されていた時期は運用の関係で日ごとに編成の向きが変わることから両先頭車の形態は同一である。行き先表示器は LED 式で合わせて号車表示等の情報も表示される。終着駅での折り返し車内清掃中にはこの表示器に車内整備中と表示される。車両システムは 北海道旅客鉄道のキハ1 8 3系5 5 0番台をベースとし、走行用ディーゼルエンジンは小松製作所製 SA6D125H を各社に2機ずつ搭載し、最高速度は時速 120km である。軽的としてオータムウィンター -5 型空気笛が搭載されている。当初は虹の彼方にが流れるミュージックホーンも備えており、 大阪駅や天ヶ崎駅などで頻繁に流されていたが、運用末期では使用頻度が大幅に低下していた。車内チャイムはアルプスの牧場である。かつては虹の彼方にも使われていた。1990年4月1日、宮津線の第三セクター転換に合わせて、京都駅発着の舞鶴線、北近畿単語鉄道直通特急として、 単語エクスプローラーが新設され、同列車に往復で運用を開始した。運用線区の配線の関係で当時は日ごとに編成の向きが変わっていた。また、1992年に第2編成が増備されるまでは予備車がなかったため、第1編成が後藤車両所に検査入場した際には、西日本旅客鉄道が所有する。 キハ181系を3両編成に蘇生した上で、代走させていた。1999年10月2日のダイヤ改正で、タンゴディスカバリーとタンゴエクスプローラーの運転区間と使用車両が入れ替わり、以後は新大阪駅発着の特急、タンゴエクスプローラーとして、新大阪駅組浜駅、宮津駅間の2往復で運用されるようになった。 2005年4月25日、JR 福知山線脱線事故が発生。復旧するにあたって、福知山線の一部区間に ATSP を導入しての運転再開となったため、当時に編成ともに運転保安装置として ATSSW しか装備していなかった、当車両は一時的に福知山線内での運行が不可能になった。同年6月19日のダイヤ改正からは、 宮津船内の特急、単語ディスカバリーとして運行されるようになり、特急、単語エクスプローラーは、ATSPSW の両方を装備する、KTR8000 系4両編成に変更された。2007年3月18日のダイヤ改正で、特急、単語エクスプローラーでの運用に復帰。2011年3月12日のダイヤ改正で、 北近畿地区の特急列車運行形態の再編が行われ、特急、単語エクスプローラーは、特急、甲のタ単語リレーに分割され廃止となった。単語エクスプローラー廃止後は、北近畿単語鉄道線内完結の特急、単語リレーや快速、大鉱山ロマン、一部の普通列車に本形式を充当していた。しかし、登場から20年以上が経過し、 老朽化が目立つこと、ハイデッカー構造が、あだとなり、バリアフリー非対応なこと、船内特急で3両編成は過剰であることなどの理由により、北近畿単語鉄道は本形式の定期運用を取りやめることを発表し、2013年3月16日のダイヤ改正で、すべての定期運用を終了した。2013年3月のダイヤ改正以後は、定期運用がない。また、 第一編成は部品取り車と化している。特急、単語リレーの予備車となっているが、稼働率は年々低下傾向である。2021年5月時点では、第一編成は西舞鶴駅に留置されている。野ざらしで、ほぼ放置状態となっており、塗装のハゲやサビの進行が著しい。ありがとうございます。